Bonjour! 皆さんこんにちは。アンサンブル講師のやすこです。今日もスタッフのミキさんと一緒にフランスのパン屋さん、ブーランジェリーで買えるパンの紹介とそれにまつわるフランス語の表現を紹介します。ミキさん、今日もよろしくお願いします。楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はフランスの朝ごはんの紹介をしながらパン屋さんで購入したパンの紹介をしてきます。まずパンの前に、そうですね、これ気になりませんか、まあ、リコレというあのパウダー状のコーヒーに似たようなものなんですけど、これは一見インスタントコーヒーに見えるけどすっごい美味しいんですよね。そう、こちらはチコリ、お野菜のチコリが入った健康的なコーヒーです。この大きなボウルがフランスの朝食の特徴かなと思うんですけれど、こんなに大きなボウルにリコレとか、まあ、コーヒーとか紅茶を入れてパンを浸して食べるのがフランス人の朝食かなと。うん。パンの紹介に参りましょうか。お願いします。やっぱりフランスといえばじゃじゃん、ケスクセ。いや、もう王道ですよね。ね、まあ、フランスパンってね、日本では言うぐらいなんですけれども、はい、こちらはバゲット。バゲット。une baguette。une baguette。はい。こちらをでは切っていただいてみたいと思います。はい、では、こちらね、パンをバターをつけても美味しいんですけど、そのまま。お、外はカリッとしてますね。そうね。うん。外はカリカリ、中しっとり。じゃあこういうのね、フランス人はこのザ・ボールにつけて食べます。このね、ちょっと浸して、うん、柔らかい。うん。特に焼いたバゲットって、うん、口の中痛くなるので、こうやってちょっと浸すと程よく柔らかくなってすごく食べやすくなるんですよね。うん、まあ、バゲットの美味しさの決め手といえばやっぱり外はカリッと中はしっとりという感じだと思うんですけど、そのフランス語表現まずやってみましょうか。これは覚えたいですね。ぜひ覚えたい一言です。このバゲットは外はカリカリしていて中はしっとりとしているという表現。Cette baguette est croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Cette baguette est croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Cette baguette est croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Cette baguette est croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. いかがですか？そう、とっても美味しいバゲット、外はカリカリ中はしっとり、こちらが決め手ですね。バゲットでした。ではこの大きなパン、気になりますね。日本語では田舎パンっていう風に日本語にもなってますけど、パンドゥカンパーニュというカタカナでも皆さんご存知なんではないでしょうかね。はい、こちらはフランス語でパンドゥカンパーニュ、パンドゥカンパーニュ、アンパンドゥカンパーニュ、アンパンドゥカンパーニュ。このでかい田舎パン、いやー、存在感すごいですね。ドーンとありますけれども、これでも実はすごく日持ちするんですよ。なのでバゲット割とその日に食べた方がね美味しいんですけど、うん、こういうちょっと田舎パンは日持ちがするので結構重宝されますね。ではカッティングしてみましょう。ただ食感は落ちるので、うん、一番いいのもバゲットも、もう食べれないと思ったら全部凍らせて解凍するのが一番おいしいですよね。そう、うん、意外とパンって冷凍できるんですよね。はい、びっくりしました。おいしいうちに食べきれないと思ったらもう早めの判断。パンドカンパーニュはですね、割とこう薄切りにしますね、うん、こうやって食べるので、ぜひではこのままいただいてみましょうか。プレーンでこんな感じです。いただきます。うん、見て、
うん、ちょっと独特の酸味がありますよね、うん、そうですね、うん、じゃこれもフランス流につけてみましょう。焼いて食べてるともやっぱ美味しいんですけどね、うん、生のね食感というかこうまた浸して、うん、いい具合の色になるんですね、うん、なんというかコーヒーと一緒にパンが食べられる。こっちの方は小麦が詰まってるって感じがして、バケットはやっぱり軽くて食べ物と合いやすいって感じですね。こう1個の密度が違う気がしません？そうですね、うん、断面の比較してみましょうか。ほらぎっちり詰まってる。ぎっちりですね。でバゲットは割と間に空洞がね入っていて、さっくりふわりという感じなんですけど、こっちだともっちりした感じです。持った感触すごくずっしりとしているので、ぜひフランスでパンドコンパーニュ食べてみてください。では続きに参りましょう。これ気になりますね。フランスに来たら定番の朝ごはん用のパン、では一つずついきましょうか。クワッソン、クロワッサンと日本語ではね言ってしまうんですけれども、フランス語ではクワッソン、クワッソン、アンクワッソン、アンクワッソン、バターの風味がたまらないクロワッサンですね。クロワッサンいただいてみましょう、はい、本場クロワッサンですよ。クロワッサン中身はこんな感じですね。パイナップル、はい、美味しい。美味しいですね。もう本当にこれね、うん、バターの味が香ばしくて、外側がサクサクして中がやっぱりしっとりしてて、その表現いいですね。このクロワッサンのバターの味が香ばしい、そんな表現勉強してみましょう。 Le beurre de ce croissant est savoureux. Le beurre de ce croissant est savoureux. Le beurre de ce croissant est savoureux.ぜひこのバターの味が香ばしい表現、はい、ぜひクロワッサンの時絶対使いますね。話してみてください。ではクロワッサン外側サクサクしていますけれども、そんな表現も合わせて勉強しましょう。このクロワッサンはサクサクして美味しい。 Ce croissant est croustillant et délicieux. Ce croissant est croustillant et délicieux.サクサクして美味しい、そんな表現ぜひ使ってみてください。ではクロワッサンをいただきました。次にフランスで有名な朝食パンといえばこれではないでしょうか。日本のチョコレートの棒がありますね。パンオショコラ、日本でも割と有名になりつつあるパンかなと思うんですけれども、パンオショコラ、フランス語ではパンオショコラ、パンオショコラ、アンパンオショコラ、アンパンオショコラ、ではいただきましょうか、はい、チョコバーが2つ入っている。さっき、まあ、クロワッサンにチョコバーが入っている、そんな感じですね。ではちょっと皆さん、じゃあこの断面をガリッとねこれがまたちょっと噛む瞬間が楽しいですよね、はい、いただきます。このチョコって多分ブラックですよね。ブラックですよね、甘さ控えめでね、うん、そうなんですよ。これがまた多分ミルクチョコだと甘ったるくてちょっとお腹いっぱいになっちゃうんですけど、このブラックチョコが入ってるのがたまらないですね。朝ごはんにやみつきになってしまうんじゃないかな。ではそんなパンオショコラですけれども、パンオショコラは美味しくてやみつきになる、そんな表現をフランス語で言ってみましょう。Les pains au chocolat sont délicieux et addictifs. Les pains au chocolat sont délicieux et addictifs. Les pains au chocolat sont délicieux et addictifs. この addictif っていうのが病みつきっていう言葉です。使える表現ですね。はい。ぜひ、まあパンオショコラに限らず、何かすっごい好きっていう時に addictif という言葉を使ってもいいかもしれない。使い回しできますね、この表現はね。ぜひ覚えてくださいね。では次、このちょっとツンツンしたのいってみましょうか。かわいいですね。かわいい。これまあ小さめなんですけれども、ブリオッシュと、まあ、日本語でもカタカナになってるかなと思うんですけど、フランス語ではブリオッシュ、ブリオッシュ、une ブリオッシュ、une ブリオッシュと発音します。では早速中も見てみましょうか。お上品に来ていました。ありがとうございます。
美味しいですね。この何とも言えない甘さと柔らかさと、本当にちっちゃいお子さんからお年寄りまで皆さんがね、とても好きなタイプのパンだと思います。ではブリオッシュは甘くて美味しいという表現をフランス語で勉強しましょう。 Les brioches sont douces et délicieuses. 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 これね、ブリオッシュ une なので douce、柔らかい、 délicieuse、ここは全部女性系になるのポイントです。ぜひブリオッシュ食べてみてください。美味しい。では次、これ気になりますね。何だと思いますか？じゃじゃん、アップルパイだと思います。そうなんです。実はこれ、日本でいうところのアップルパイですね。パイになっていて中にリンゴが詰まってるんですけれども、こちらフランス語でアップルパイとは言いません。ショーソンオパム、ショーソンオパム、un chausson aux pommes, un chausson aux pommes, un chausson aux pommes と言います。これ外側からよくわからないので、切って断面図を見ていただきましょう。これでちょっと、じゃあ私サポートさせていただきます。このリンゴの、ね、ジャムっていうんですかね、コンポット。そうですね、ジャムですね、はい、では、いやこれはね、本当に世界で一番美味しいフランス、アップルパイ。リンゴがね、また酸味が強い。周りが割と甘くコーティングされてるんですけど、中のリンゴがちょっと酸味が効いてて、この独特なハーモニー、甘すぎずかつちょっと酸味があるので、これもまた全部食べたくなっちゃいますね。ぜひこちらも召し上がっていただきたい朝ごはん定番のパン、ショソンポムでした。ではリンゴパイ、ショソンポム、美味しかったですけれども、そうそう、朝ごはんのパンを、例えばちょっと昨日買ったパンを翌日食べるときにちょっと残念だなとかって思っちゃうんですけど、オーブンでちょっとだけ焼くと、もう焼きたて状態に戻ったりするので、ぜひおすすめなのでやってみてください。はい、完全には戻らないけども、焼くと焼かないかで全然味違いますよね。そうなんですよ、なんかこうふにゃふにゃになったのがパリッとまたするので、ぜひ前日に買っちゃったパン、オーブンでちょっとだけやって焼いてみてください。ちなみにすぐ焦げますので。そうそうそう、ちょっとってのはそこなんですよ。やりすぎると、あちゃーみたいな、食べれませんみたいな、全部カリカリになっちゃいますので気をつけてください。では最後、これはなんじゃいいなと、これ知ってますか？これです。これは食べたい甘いのっていう、チョコ好きたまりません、ね、お砂糖もコーティングされて、まあ、見た目クロワッサン生地にチョコチップがなんか入ってて、上にさらにこう砂糖がコーティングされている、トッサッドという名前のパンなんです。トッサッド、トッサッド、une トッサッド、une トッサッドと呼びます。すごく甘そう、ちょっとズームにしてみましょうか、こんな感じで。これコンビニとかでも売ってそう、日本のコンビニで私買ったことあるかもしれない。え、本当ですか？似たようなやつをね、あ、でもなんかそうかもしれない。ちょっとさっきまでは割と甘さ控えめなねパンが多かったと思うんですけど、これちょっと見た目もすごく甘そう、重そうですね、なんかおやつパンみたいな、おやつパンですね、まあもちろん朝食用としてのねパンで有名だと思うんですけど、パンショコラとかも結局おやつパンで食べる方も多いですよね。意外とお昼な、安いからおやつパンとしてね、すごい、これ私も食べてみます。甘い、これ、ちょっと好んで食べはしないけど、甘い、甘いもの好きにはいいんじゃないですかね、このチョコは多分パンオショコラのチョコじゃない気がする、そうですね、ミルクに近い、結構は本当に甘い、疲れが取れそうな甘さですね。ぜひちょっとお散歩で疲れちゃったなっていう時に、このドッサードパン屋さんでお求めになってはいかがでしょうか、ね、本当にフランスのパンって美味しいですよね。
ビデオでこの味がお届けできないのがとても残念です。あなたもぜひフランスでこの本物のパンを食べてみてください。ではまた次のレッスンでお会いしましょう。アビアント。ボナペティ。お会いしましょう。また。